6月の壁面飾りの例です。カエルの合唱の歌詞を書いて、その間に雨粒のスタンプを押します。歌詞を取り囲むようにアジサイとカエルたちを貼ります。下の方に銀色のテープを貼り、そこにカタツムリの親子を這わせて出来上がりです。画鋲を使って留めるときは、アジサイの花は花の端の方や葉っぱを留めます。カエルは目立たないよう体と腕の間を留めます。銀色のテープはところどころを押しピンで留め、端は葉っぱに隠すようにして留めます。大きなカタツムリは殻の部分をめくって留めます。小さなカタツムリは裏から画鋲をセロテープで貼り付けて留めるといいです。歌詞をカタツムリに変えて、カタツムリの方を大きめに作る方法もあります。